西日本では日差しが届いているところもある中、雲が広がって一部雨の可能性も出てきますね。そうなんですよ、まあ、太平洋側ですと念のため雨具があると安心です、うん、でまず現在の様子をご覧ください、この時間陸地の方には目立った雨雲かかっておりませんが、九州の西の海上に雲が出始めております。こういった雨雲ですけれども、天気図を見てみますと、九州の沖合に現在前線が伸びております。この前線夜にかけて多少ですけれども、ね、北上してくる見込みで、太平洋側特に九州南部です、一部で雨の可能性があります。でこの後の雨雲を見ていきますと、しばらくは曇り空で経過する中、九州の南部ですと午後になると一部で雨の可能性が出てきます、この図ではほとんど表現されていないものの、鹿児島市や宮崎市などでは外出の際に雨具があると安心です。でまた夜になってきますと、四国の南東部や南西部でも一部雨の可能性が出てきます、今日のところは範囲はごく狭く、明日広く雨が降り出すということになりそうです、はい、お帰りが遅くなる方は念のため雨具があると安心です。この先の雨の情報などはウェザーニュースアプリからご確認いただけます。